はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ、続きをやっていきます。まあ、竜帝がね、マナの女神を、ぶっ倒すために聖域に向かったので、それを追っかけてマナの聖域に突入するところですね。入っていきましょう。聖域への扉。荒れ果ててたからさ、さらに荒れ果てたのかどうかはよくわかんない。これあれだな、ショートカットなくなってるっぽくない？はあ、変なやつがいる。マナの聖域だ。シェイプマスター、違う、シェイプシフター。フェアリー、今は悲しんでる場合じゃないわ。早くマナの女神様のところへ行きましょう。まっすぐはいけないよね。あれ、てかこれ木が倒されてていけなくなってる。ちょっと待って、そうすると多少回り道しても宝箱的なものは回収したいんだけど、あれ、こっちが順路か。まあ、いっか。シェイプシフター、よくわかんない、お化けくんみたいな。危ないわ。急ぐでち、マナの木を守るでち。こいつはどっから湧いてきたんだ。仕方ないわね。めっちゃ強い。エクスプロード。ちょっとこっちの方行こう。アイテム。960円。もう今さら金が必要なのかどうかが分かんないからね。まあ、技ポイントは溜まってきたけど、さすがにいけないよね。あれ、ショートカットは完全に封鎖されてるから、こっち側に黒いやつがいる。こっちから回っていけってことか。敵はそんなに強い感じしないからね。まあ技使わなくても大丈夫かなっていう感じ。シェイプシフト。ああ、内ドラゴンになったのか。対して強くなかったけど、この黒いやつがどうかな。シャドウゼロ、名前はかっこいい。大したことない、相変わらず。どこいる、どこいる。若干シャルロットがやられてる感があったけど、ヒットポイントはちょっと減ってるね。まあ、でもマナの女神像様のところで金色のアイテムの種、これあっち行ったらさ戻されそう。てか行けないか、そもそも。で、回復だけしておこう。さらに裏へ。まだちょっとあったんだっけ、道的には。あ、サボテンがいる。上から行くのか。アイテム回収して、星屑のハーブ。マジックシールドって誰が取られてるんですか。で、こう来て、リベンジボイス。あとはこいつだけ。めっちゃ吹っ飛ぶからさ、攻撃が当たんないんだけど。なんか使われてるな。めちゃくちゃに仕上がって。サボテンくん、ここら辺もう最後の方のサボテンくんっぽいよね。全然集めてないけど、 20% 早めに集めたかったな。あと2回とか集まんなそう。そもそも回復
けそうでいけない。回り道。マジックパワーも回復しておくか。あれ、奥に立ってんのが竜帝か。相変わらず待っててくれる。痛い。俺が63レベルで、じゃあ敵が63レベルで俺はレベルクなんだ。シェイプシフト。うおおおお、やばい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 、マジか。ここに来てシャドウゼロの力を発揮してきたな。手応えはないって言われてるけど、虹色のアイテムの種を手に入れた。とりあえず結構満タンだね。行こう、そのまま。ちょっと待って、先にこっちかい。残念だったな。マナの木は枯れ、マナの女神はたった今死んだよ。どうした？マナの気が失われどんどん弱っていっているようだな。無理もない。フェアリーはマナの気より生まれ、マナの気と共に死ぬ。いよいよ超神となったわしによる殺戮と破壊、そして闇が支配する新たな時代の幕開けじゃ。バカめ、死に急ぎよって。あ、昔これと全く同じことがあったぞ。そうだ、フォルセナの王子と黄金の騎士の時のフェアリーと全く同じだ。あの時は黄金の騎士の捨て身の攻撃で不覚にも相打ちになり、長い間身動きが取れなかったが、今度は違う。超神となった今のわしにかなうやつはもはや存在しない。見るがいい、完全体となったわしの本当の姿を。ゴールドドラゴンだな、ただの。第三形態まであるんだっけ。これが新しい神の姿だ、神々しかろう。さあ地にひれ伏し祈るのだ。そして新しい神の生き贄として死ね。おお、普通にそのままやられた。セイバー系効くのかな。弱点はあるのか。バカ者、貴様たちに勝ち目はない。マナの剣以外では
神となったこの私は倒せん。そのマナの剣もすでにない。諦めるがよい。マナの剣は失われてない。あなたには見えないの。聖剣の勇者たちがいる限り、その心の中にある希望という名のマナの剣は決して失われることはない。黙れ。そんなものわしが何度でも消し去ってやる。昇進の前に希望などいかに無力なものか思い知らせてくれよ。これが最後の戦いだ。おお、待って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 、ヒュージだ。みんなとりあえず真空剣使ってみよう。絶望的にはまあまあだね。これでも食らいなさい。ダイブアタックだ。どうだ、どうだ。待って、ほらほらこっちです。当たるのかどうかがよくわかんないからな。待って、例によって当たってる。わしの力を打てるがいい。ダイブアタック。全てを葬りさせてくれる。ちょっと待って、飛んでてめんどくせえな。わしの力を打てる。ここは一旦早い。逃げる間もない。ちょっと待ってね、セイバーなんだろうな、サンダーセイバーとか敵にかけてみる。踏み潰してくれよ。大したことない。てか、ちょっと待って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 、勇気だるまになってるじゃん。ぷいぷいそう。500。ちょっと待って、あちゃあちゃあちゃあ、踏み潰してくれよ。なんか飛んでんのがめんどっちいな。どこにいんだ。ここ当たんのかな。こっち当たるな。本当に当たらん。ターンでも早いね。スピードが速い。絶望を味わうね。てか、シャドットになった。なんでだと思ったら結構あれだな。経験値20と。本当に危ない。一回使ってみる。あちゃ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 。なんか硬質感みたいな感じだけど。はい、来て。接近した。下級最高はやっぱシャドットに任せて。今結構チャンスはチャンスだな。スピードカットだから。ちょっと待って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 、これ、あ、このうちになったシュートだね。使おう。こういうの食らってなんか一発で死にそうだかった。ほら俺だけなぜか無傷。あ、携帯が変わった。あれ、これで携帯終わり。うわ、なんだ、いって、いって、くらい。ちょっと待って、一回ちょっと回復しとこう。回復っていうか元の油。いって、まず自分が全回復するのが最優先だ。よし、そっからまずシャルロットからの
アリセンチョップ。300溜まってほしい。逃げられん。うん、大丈夫か。火球、逃げろ。ちょっと待って、もう自分でコットの油使ってこう。惜しみなく。300溜まってくれるかな。決められるけど、どうする。真空剣を使うか。一応マジックパンも回復させておこう。シャルロックもなんとなくだいぶアタック。フォトの油で300だったな。これで死んでくれ。神を超えし者。昇進が死ぬな。あ、この戦いで全てなんだね。じゃあゆっくりエンディングを見ますか。最後まで希望を失わないでくれてありがとう。残念だけど、マナの木が枯れてしまい、世界からマナは消えてしまいました。私はマナと共に消える運命。短い間だったけど、今まで本当にありがとう。みんなのことは忘れないよ。そんな、行かないでくれ。違うの。心配しないで。みんなが未来を信じて戦ってくれたから、私は生まれ変わることができるの。新たなマナの女神に。マナの木の種、本当に信じ合える人、理解し合える人と出会った時、新たなマナの木、マナの女神として生まれ変われるのです。失われたマナを再び取り戻すため、私はここでマナを生み出す新たなマナの木となって眠りにつきます。マナが元に戻るには1000年以上かかるかもしれません。1000年後の人々、あなたたちの子孫がその時まだマナの木のことを覚えてくれていたら、私は覚醒し、きっと力になれるでしょう。でも、もし未来が私を必要としなければ、いつまでもここで世界を見守っていることにします。お別れです。聖剣の勇者たちよ、さようなら。あなたたちの心の中のマナの剣がいつまでも光り輝き続けますように。おじいちゃん、
シャルロット、無事だったか。よかった。お前にもしものことがあったら、わしはお前の両親リロイとシエラに申し訳が立たん。それよりおじいちゃん、病気は？ヒースがわしの呪いによる病を治してくれたのじゃ。あいよ、突然ヒースの幻影が現れ、禁じられた闇の呪法を使い、自らの命を犠牲にしてわしを救い、消えてしまったのじゃ。こんな老いぼれのために命を捨てるなと止めたのじゃが、ヒースは闇に落ちた自分自身は悪に染まってしまう前に、自ら命を絶つためあえて闇の禁呪を使いおったのじゃ。マナの女神様に助けられたんだ。闇に落ち、自ら命を絶って暗い空間を漂っていたら、柔らかな光が私を包み、女神様の声が聞こえたんだ。そして女神様がフェアリーだった時の命をこの私に授けてくださったのだよ。私は女神様によって身も心も救われたんだ。シャルロット。大丈夫だよ。もうどこにも行かないから。さあ、涙を拭いて。女神様に笑われちゃうぞ。どうですか、とうとうマナは失われてしまったのですね。魔法はマナの力ですから、魔法も失われてしまいました。私の魔力も消えてしまったので、このアルテナもこれから辛い寒さとの戦いになるでしょう。大丈夫よお母様、みんな寒さなんてへっちゃらよ。だって私たちにはこの熱い心があるんですもの。アンジェラ、そうね、アンジェラの言う通りですね。魔法がなくても頑張って寒さと戦っていきましょう。ああ、せっかく魔法が使えるようになったのにちょっと残念だったな。でもいいの、魔法よりもっと素敵なもの見つけちゃったもんね。あ、なんだそれ、何ジロジロ見てんだよ。俺の顔に何かついてんのか。秘密。
デュランには辛い旅であったな。だがデュランよ、悲しむことはない。黄金の騎士ロキは今お前たちの中によみがえった。彼の魂はお前たちと共にある。これから我々はマナの女神様を頼らずに我々自身で未来を作っていかなければならない。デュラン、いや新しい黄金の騎士たちよ、フォルセナと世界の未来を導いていってくれ。頼んだぞ。冒険の終焉、ようやく一周終わったよ。めちゃかかったな。終わり。スタッフロールは編集でカットします。フォルセナの剣士、これトロフィー多分全部あるな。トロコン、あでも仲間にしただけでトロフィーはもらえるのか。なんかトロコン大変そうだなって思ったけど、キャラクターだけだったら2周で終わるね。ここはどこだ、どこなのだ。おお、そうか、この世界は。フェアリーとの絆から新たな力が生まれた。マナの祝福、バトル中10秒ごとに味方全員のヒットポイント2%回復。一応追加要素はねあるみたいなんで。うん、一応続きあるんだね。なぜ、なぜわしの意識が目覚める。ここはフォルセナの図書館か。しかしなぜわしの意識が、わしはすべての知識を一冊の本へと封じ込め、もはや大魔導士グランクロアとしての魂は世界から消えたはず。なのになぜだ。マナの女神の気が感じられぬ。そうか、奴が目覚めおったのか。ヒュージドラゴンを撃破する前の状態です。新しい物語が追加されました。フォルセナの図書館に行ってみましょう。ボルゼナ図書館へ向かおうと。マナの女神のところを鹿としてボルゼナの図書館へ向かう神経がよくわからん。っていうか2周目を普通にやりたいんだけどな。まあとりあえず、追加のイベントは2周目の方で進めていきたいと思いますので、聖剣伝説3
とりあえず第1週目はこれで終了したいと思います。クリアするのにねだいぶ時間かかっちゃいましたけれども、2週目もやっていきます。そういうわけで、ではまた次回2週目で、お会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。